おはようございます。おはようございます。ライズジャパンの上田正人。後藤です。今日はね、橋本くん、真央はちょっと欠席でございます。東京に行ってるはずです。はい、2人なんですけど、今日、もともとはね、ちょっと日本海のブリッジングをお見せしたいと思ってたんですが、ちょっとまあ天候の都合等々で、また、瀬戸内と、いうことでね、気持ちいいね、釣りをお見せしたいなと、マシーンになって頑張りたいと思います。頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。いや、俺釣れる気しかしないね今。やばいね、ワクワクしかしてねえな。いやでも本当この時期はね、釣って魚がほぼ全部美味しい、最高に美味しい。ナイスナイス。ドキドキの日常はここにある、亀屋釣り具。はい、ポイント到着しました。港はね、無風晴天でしたが、やはり沖に出てくるとまあまあな爆風でございまして、今水深がね 100m ぐらいのところなんですが、ちょっとドテラでねやってるっていうのもあって、我々今 200g 以上の、サングステンの涙間を使ってると、それからスタートと。いや、たぎるね。たぎってますね。たぎってんね。最近やっぱ釣れたのもこの水深なの？100、120。このもちろん向こうが120ぐらい、あの辺ですね。潮止まりのはずなんですよ、もう少しで。で、多少潮が残るとして、ちょうどいい時間帯な気はするんですけどね。なるほど。いやでも本当この時期はね、釣って魚がほぼ全部美味しい、最高に美味しいね。もうブリも美味しい、もうタイも一番美味しい、1年でね最高のね、こう釣りに来るのはね寒いし、ちょっと天気もね悪い日多いんだけど、釣れた魚の価値でいうともう最高にいい時期ですからね。マジでうまいもんね、タイとかね。うまいですね、最高ですよね、やっぱり。ハマチも相当コンディションいいって言ったしね。ですね、まん丸してるみたいですよ。もうこれだ、乗っとくも乗っと組めるかな指折れそうだよな。だから冬の釣りはね、魚やっぱ固まるんでね、見つけるとね結構バタバタ釣れる傾向があるんですよね。なんとかね、それに出会いたい。うわ、なんか鳥が来たね。鳥来ましたね。鳥来たね。もう風ちょっと弱ってきたことない。そうですね。あんま出なくなったっすもんね。230ぐらいからあんま出んくなりました。今一番深いところを120通り越えて、今からまた駆け上がり入っていきます。120から80メートルかけての駆け上がりです。よし、本気出そう。よし、やっぱこれですよ。ちなみに船長も座ってます。基本ですから。
当たりもないよ。いいですね。緊張しちゃいますねこれね。ドキドキしちゃいますね。やばいよ。まずいな。なんかリーダーがガジってされてます。リーダーがガジってなってます。やばくない？なんで？え、そうじゃん。当たったよ今。え、当たった。当たりました。でもなんかね、タイっぽくないんだよね。当たりがフグっぽいな。フグか分からんけど、なんか私これちょっと一回振りましょう。次140m やってみます。待って、難しいですね。ねえ、難しいですね。簡単な時は簡単なのにね。今何の気なく釣りしてる雰囲気じゃないですか。 140m 出てるんです。結構普通じゃないよね。普通じゃないですね。平和で言ったら僕180出てます。ちょっとでもなんか流れる方向変わりました。船がこっちに張り出したんですよね。今140m ライン通り越えて、今 135m で、ここから一気に駆け上がります。あんま釣れないと会話もなくなるよね。そうですね。せめて当たれば来たーとか言いたいよね。まあでも今日でワンバイトあったから。そうですよね。でも今日俺の勝ちだね。でも僕なんかリーダーがちょっとなってました、ね、ああ確かに。本当当たりもないですもんね。今駆け上がり中、ちょうど 100m です。釣れそうじゃん。釣れそうですよね。やばいよ、もう本気出しちまった。本気ですか？純正。一番釣れるっしょ。そうっすね。よっしゃ、あーもう釣れたね。まだ潮と風が押し合ってますけども、前の方向に対して 0.5 ノット、だいぶ落ちてます。チャンスタイムじゃないですか。チャンスタイムじゃないですか、ね、いや俺釣れる気しかしないね今。僕もめっちゃ釣れる気がしますね。やばいね、ワクワクしかしてねえな。いや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 、釣れそうだよこれ。なんか今ふわっとしましたよ。海がね、動いてるし。当たった？なんか当たった気がしました今。ちょっと海がざわついてますね。いやなんか、うん、ハードゲームですね。ハードだね。イージーだと思ったんだけどな。イージーだったと思ったんですけどね。はい、ちょっとね場所を変えて青物狙っていきます。まあ駆け上がり、さっきはね水深100から140とか深いとかやってたんだけど、まあ、ちょっとね、地形の60m ぐらいから駆け上がっていくところで。おかしいな、俺マシンになるっつったんだけどさ、まだ全然慣れてないね。ちょっ
で、まあ、反応さっきのねタイは反応もないとこって言ってたんだけど、これはね今反応あるって言ってるんでいるとは思うんだよね。なんでまあちょっと何とかして口をね、まあ地合いじゃあ地合いなんだろうけど、地合いになればね口は使うんだろうけど、早巻きパンって止めたら食いそうなもんなんだけどね、ちょっと食ってくんない、おかしいな。やばいね、実況始めてもう4時間ぐらい ?3 時間、はい、ノーフィッシュやばいですね。釣れる気しかしない今、タモ入れしてました。タモ入れしてた、はい、いや釣れるよ、いいよね、黄色いいよね、黄色かわいくないですか。こんな色でジギングする人見たことあります？みんなシルバーばっか使いやがって。ちょっと浅いですね、45m。うそ200にしたのに。なんかめっちゃ熱くなるですね、やっぱ。まあこの流しで釣っちゃいましょう。頭ちっちゃくて背中ボーンってなってるね。ラグビーボールみたいなの釣りたいね。釣りたいですね。釣れてないね。釣れるんだったら誰か竿曲がるもんね。そうですね。来たよ。来てるね、来てるね。フィッシュ。アホの、アホの。フィッシュですね。俺お祭りしておくもん、後藤君。すいません。大丈夫？いやいや、ドラッグが1ミリも出ないです。あ、そんなこと言っちゃう。ナイス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 でもなんか来たって言うまでの時間が長かったね。そうですね、確認作業がね。あらっと思って、結構大きいじゃない。いや、そんなに大きくないと思うんですけど。やばい、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 いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいサイズじゃん。いやいやいや、いいサイズじゃん。いやいや、いいよ、いいよ。ナイス、ナイス。いいっす。ナイス、ナイス。いただきます。ナイス。オーケー、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 オーケー。食いました、やっと。ライズジグイカナゴですね。イカナゴだね。175g です。いいサイズよ、やっぱ腹ボテだね。パンパンですね。いい魚だね。いや、やったね、ナイス。ありがとうございます。むしろ何であれ後藤君釣れたんか俺聞きたい。まあフォールなんでやっぱフォールやで。
もう瀬戸内のジギングなんてね、早巻きからの止めてくんだからほぼ。まあそうですね、もうほぼ早巻きからの止めなんだから。知らんけど。でも SLJ の125のタングステンあったらいいかもしれないですね。え、タングステンがあればあるよ。あれで巻き止めしたら食うんじゃないですか。水深は 50m、 そこから中層を探っていきましょう。はあ、朝からためらいなく青もんだったな。ですね、道になってダメになる。だから朝一に青物やっといても昼からタイっていう方が正解だったね。いらっしゃ、水深は 115m。 まさか青物こんな辛いとはな。そうですね、怖いな青物釣りって。まあでも結局こういうことなんだよ。欲かいてさ、タイ釣ってから青物行こうとかさ、そうですね、そういう欲かいてるでしょ。だからダメなの。だから今日は朝から青ですって言っとったら朝からあっち行ってたわけじゃん、はいはい、だから釣ってるわけじゃん。確かにね、やっぱ欲かくからそういうことですね。まあこれも釣りですよね。そうだね。何グラムでやってる今？僕200です。たぎってんな。なんか気配を感じるんですよ。気配を感じるんですよ、さっきから。本当？はい、ついてきてる気がします。マジ？ほら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 。でしょ？おお、乗れ、乗ってくれ。おおおお、乗ってくれ。おおお、乗ってくれ。よし。ナイス。はい。はいですね。いや、いいね。気配感じてたんですよ。いや、感じてたもんね。感じたっすよ。不安ですね。不安ですね、なんだか。大丈夫でしょう。やっぱ今から入れ食いなんじゃない？来てますね。来てるね。やっぱ気配って大事ですね。いや、そうだね。あと 70m ありますね。すいません、ちょっと、マジで大事にあげますね。50ぐらい。いや、そんなにないです。すいません、マジで可愛いかもしれないです。いやー、ちょっといいね、嬉しい。涙が出そうですね、本当。マジだよ。もう本当嬉しいよ。苦節何時間だよ。本当ですよ。釣りって難しいな。難しいですね。釣りばっかしてんのにな、俺ら。本当ですよ。情けない。頼むよ、後藤君。いやなんか今200g ついてるんで、なんかバレてんじゃないかなと思って。ついてますよね。当たってほしいな、俺も。あと 7m です。あー、タイだね。タイですね。あー、タイだね。タイですよ。あー、タイだね。タイですね。タイだ。ナイスティアー。よっしゃー。ナイスナイスナイス。うー、ありがとうございます。着てもさ、身がパンパンだもんね。そうですね。
ありがとうございます。はい、マダイですね。そこの方を、ゆっくり巻いてたんですけど、なんとか食べてくれました。で、仕掛けが波玉のタギリ、タングステン 200g ですね。なんとか釣れた貴重な一匹です。ありがとうございます。最高だぞ。やっすーやったー、嬉しい。よし、今日は青物と鯛両方クリアできたね。そうですねマシーンですよマシーンになってきたな。元気にお帰り。よいしょ、ありがとうございます。これ朝この辺で一回当たりがあっただけ。あ、そうですよね。なんて日だ、とんでもねえな。とんでもない日に来ちゃったね。やっぱり気配を感じますね。感じる？感じてます。そう、これ何も感じれん。でもやっぱなんかとにかくゆっくりだね。ゆっくりですね。あの、ほんと多分そこにへばりついてるんですよ。 OK。 いやー、結構さ、すぐだったからさ、あって、あ、意外と釣れるんだ。このまま続くぞって思ったんですよね。そう、ちょっと油断しちゃったよね。わけわかんないことやってみよう。もうちょっと俺船長に聞いてくるよ。とっておきありますか、帰りながらとっておきないですか。とっておきないですか、ここ。もう何でもいいんで、とっておきないですか。何でもいいですよ、もうほんと。この平郡のと島の間、なんか釣れますね。タイとかでも。あ、そう、はい。何でもいいです。何でも、もう何でも、何でもやってください。はい。じゃあ、ちょっと欄干で見てみましょう。はい。はい。はい。ああ。これでちょっと一回上げて、ちょっと最後、いろんなポイントを欄干で攻めてみましょう。いいっす。やっぱ、これとくさすがだよね。タイも釣ったもんね、ちゃんとね。ちょっとよくわかんないですけど。いや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 、ね、すごいよ。塩だって悪い日じゃないのにね。まだ諦めてないのは船長でした。もう洗ってもこれ最後なんでね。太陽も沈みかけてますんで、最後平場で目玉ちゃん行ってこい。お前たぎってんだ。もちろんですよ。当たってくれ。あれが朝日だったらいいのにね。そうです。もう一回ちょっと一回やり直したいです。やり直した。あれが朝日だったらいいのに。大事ですねって。大事ですねってさ。綺麗だな太陽。綺麗ですね。なんかこの綺麗な景色をね、今日見れただけで満足だったと。まあね、魚釣りに。とって大事なことが何か、まあまあそれはね、もちろん釣れた方が楽しいし、釣れては良かったってなるのはもちろんなんだけど、一番大事なことは何かっていうのはね、こうその日一日が楽しく、ね、いい一日だったかどうかと、まあ、結局遊びなんでね、まあ、そういうことだと僕は思うんですけど、まあ、今日はねこの綺麗な、ね、夕日が見れたっていうね、もうそれだけで今日は。よかったんじゃねえかなって。ほんと綺麗だね。綺麗ですね。いや、ほんと綺麗だよ。もう幻想的でさ、雲がかかってね。いやいや、今日一日お疲れ様でしたね、後藤君。お疲れ様でした。いやー、まあね、予定がいろいろ変わった。ね、潮のあれが間違った、いろいろありますけど、
ただ結果としてね、釣りに対して1日すごく、まあ正直ちょっと舐めてたのかもしれない。まあとはいえ手を抜いてるわけでもないし、ね。そうですね。まあ一生懸命、1日やり抜けたので、良かったかな。よくはないのか。どうでしたか今日。まああの釣果はまあちょっと寂しかったですけどね。一応まあ楽しめたっていう部分では。そうだね。はい、なんでワクワクはずっとしてたんだよね今日。次はもう全然今日釣れるっていう、全然当たりなくても全然大丈夫釣れるよっていうね。なんだろう、思い込みが過ぎましたね。次はちょっとね、まあ、次はちょっと見せてやろうぜ。そうですね、次こそは本当。あ、もう次も橋本呼ばねえから、もう俺と前でやってやろうぜ。そうですね。わかんないけど。まあということで今日はね、師匠丸さんで、まあね、まあ平郡沖、大島沖か、そうですね、あのね、まあ、タイラバジギングゲームだったんですが、まあ、釣りとしてはね、今日皆さんにお見せできるところは、まあまあ、後藤君がね、今日ハマチとタイと釣ってくれましたけど、まあ、こういう日もあるよという現実をお見せできたんじゃ、リアルですね、リアルをないかなというふうに思います。次回は皆さんが見てワクワクするような映像がお届けできれば嬉しいし、俺もそうなりたい。後藤君頼むよ、頑張りましょう。ちょうど見て太陽も沈んじゃったよ。帰っちゃいましたね。はい、太陽もしまったんで帰りましょう。はい、ドキドキの日常はここにある。亀屋釣り具。